あの時でもブラジルとかナイジェリアもね、うん、やったけども、でもゾノさんは本当にブラジルのあのすごいスーパースターたちと本当に互角に戦ってた一人だけ。いや、俺は感じてないけどね。嘘だ。俺は感じなかった。だから J リーグでしかやってないじゃん、ね、うん、でブラジル人選手とか世界のすごい選手来てたけど、うん、やっぱり J の感覚でやって、あ、ここ抜けてんのになって言ってもやっぱり足出てきてファールにされるし、ね、される、うん、確かに J リーグだったらあそこをかわして剥がしてたけど、抜いたと思ってそこドリブルで入ってても追いついてきてたし、やっぱり自分の感覚でやっぱそうなるんだね。あの時のさ、代表アマラオとかいたじゃない、ボランチにブラジル代表で、コンセンソン、ブラビルコンセンソンとかね、いたでしょ。いたいた。やっぱり抜けなかったよね。あ、これ世界だと思ったもんね。